ウェルカムトゥディズニーランド言ってる。皆さんこんにちは、手首痛めてからの最初の遠征ですね。全米以来、今インディアンウェルズへと向かっております。今サンフランシスコ空港なんですけども、まあ今回帯同が兄ではなくてですね、別の方になっております。沼尻圭介くん。何その紹介。沼尻圭介くんです。こんにちは。同期、同い年、ジュニア以来の遠征という。ジュニアデハ以来。ジュニアデハ以来。16歳以来。いわゆる10年ぶり。マジ10年ぶりやん。10年ぶりの遠征ということで、約4週間ぐらい遠征に行ってきたいと思います。初ツアーじゃね。初ツアー。初ツアーやな。初ツアー工事してもらうわ。逆にね。逆にね。まあ今圭介ももう、コーチングとしてやってたんで、僕今回兄貴が来れないということで、ちょっと一緒に行こうぜっていうので今回遠征が実現いたしました。来る時にですね、結構ハプニングがありまして、僕成田空港に着いたんですけど、パスポート忘れるっていう。マジで過去の今までいっぱい海外行ったけど初めて忘れましたね。で取りに帰って、なんとか間に合ったんですけど、ここに奇跡2つ起きてて、兄が1時間早くちょっと出発してた車でっていう奇跡と、僕が飛行機の時間1時間間違えててプラス2時間の余裕あったっていうことでなんとか間に合いました。これなかったら確実に終わってたということで、奇跡の遠征がスタートしておりますよ。ここにいなかったかもしれない今。もうマジでパスポート忘れた瞬間、あ、終わったわって思った。積んだということで、これから乗り換えてパームスプリングスへと行ってインディアンウェルズに行っていきたいと思います。綺麗な空港やけな。めっちゃ綺麗。テーマパークみたいな。ほんまに木一つ入ってない。あっちの方。いやパームスプリングス到着です。ここからホテルに向かいます。マジで暑いんやけど、背中焼かれてる。やばい、焼けてる今。確実に焼けてる。ケネディ。ほんまにテーマパークみたいな。久々に来たわ。自然の良さ出してんのよ。言ってる？ウェルカムトゥディズニーランド言ってる？ワイルドズー行ってみたいな。ゼロペーシインドネス綺麗なのさな。ここがプレイヤーズレストラン。クレデンシャルもあったし、1日100ドル俺に入っとって、ちょ、ケースケにいくらって言ったかな。50とかかな多分。150ぐらい、1日余裕で足りる。
ソ景色綺麗。うん。忘れるかもしれない。Thank you。ここがジム。この中がジムで、この中ジム。そこから入るか、ここからも入れるけど。向こう側、こっち側全部練習コート。一番がどこかちょっと忘れてしまったけど、青山さんよ。こんにちは。あの人神、もう神です。ファイナルズ入ったよ。8練習コート8。もうみんなワクチン打っとるからマスク取っとる。端から端やと結構でかい。今日までは入れん。明日も入れやんから。予選始まったら入れるようになる。カチャノフや。カレン。やばない。でかない、マジで。いや、普通にでかない。冷静にでかいよ。だいぶ暗くなるんやな。こんな暑いのに。十分暑い。これ全部練習終わった。20面まである。こっち。貼っちゃう。これ14。でも1万端貼っちゃうと思う。8万講座使っとるわ。8万講座使っとるわ。こっち講座。しゃ、打つか。ドーインディアンウェルズ。最後仕上がってる。俺のモチベーションが多分一番今高い。多分この中のどのシード選手も俺が今勝つ気持ちがいる。飛行機、日本の飛行機乗る前から言ってたもんな。クソテンション高いわみたいな。多分1週間寝れないよこれは。それちょっと邪魔やからやめてもらっていい。同部屋としてやめてもらっていい。後ろの山々が綺麗で。山綺麗だね。景色綺麗やね。あっちにしか見たくないから。もう山見ながらしかやらん。景色見てる。景色見てる。やばい。やばい。ちなみに今日はですね、38度7度あって、夜今6時ぐらいだからやっと涼しいけど、日中は本当に暑かった。マジでやばかったわ。相変わらず跳ねるコートで。まだ上で出されるわ。跳ねるね。確かに跳ねる。